た。大家好、ハイブは皆さんこんにちは、ケイママです。ハロー、アパカバスモア。先日娘の学校がお休みだったので息子を幼稚園に送り届けた後、娘と二人で久しぶりにお出かけしました。まずはこちらのママックで朝食をいただきました。ママックはマレーシアのインド系食堂です。ロティについてとても丁寧に教えていただきました。ロティチャナイは小麦粉を使った生地を薄く伸ばして焼き上げたインド料理のパンです。ピザより薄く簡単に破れそうなほどペラペラです。素晴らしいテクニックですね。ロティチャナイには様々な種類があります。こちらは卵入りのロティタロというロティチャナイです。マレーシアには卵入りの他に玉ねぎやチーズ、バナナ入りのロティチャナイがあります。一見クレープのようなこちらの料理はロティドーサというパンです。お店の方が面白いものを見せてくださるということで特別にキッチンへ案内していただきました。こちらは油で揚げたプーリーという揚げパンです。加熱することで中は空洞の、まるで風船のようにふんわり膨らんだパンです。今回はロティクソンという中に何も入っていないプレーン味のロティチャナイを注文しました。お砂糖やダルというカレーソースにつけていただきました。ロティチャナイ1枚ではちょっと物足りないので今回は2枚ずつ注文しました。表面はパリパリ、中はしっとりもちりとした食感でした。中央の黄色いソースが一番マイルドな辛さで美味しかったです。食後にこちらのカードをレジに持っていき精算します。マレーシアの激うま激安のローカル飯でした。店員さんがとてもフレンドリーで素敵なお店でした。朝食後はマレーシアの伝統的なアートバティック体験をしにクアラルンプール市内へ行きました。ラッシュアワーを避けて行ったのでとてもスムーズに目的地に到着しました。今回は事前に予約をしてから伺いました。こちらのバティックギャラリーではバティック体験の他にもたくさんのマレーシアのお土産が販売されていました。お店の一角にバティック体験ができるアトリエがありました。アーティストの方がバティックについて詳しく説明してくださりました。 This is a hat. This is a ring. Okay, we'll melt it together and make it look beautiful. Oh, this is a special thing.Chanting. Use this pen for two to the drawing. Okay. So you can see, this is the vex. You asked me just now, right? This is the vex. バティックについての説明を伺いながら、間近で職人技を見学することができ、とても貴重な体験でした。So once the color over here, the colors only go there. Vexing technique in the バティック. Very unique. So once the color is, we will fix the color.By using the sodium silicate. Okay, so we will fix it and then we will do the washing. We will boil hot water and put some sort of ash. We will wash it. So the finished product you can see, the fabric, you can see the white lines. The white lines, there are the vex. Once washed, you can see the vex. This is the finishing part.こちらではバティックの染料を使った色染め体験やチャンティンを使って本格的なろうけつ染め体験ができます。服が汚れないようにエプロンを貸していただけるので事前準備や特に持参するものもなく気軽に体験することができました。今回は時間の都合上バティック染めのみ体験しました。好きなデザインを選び着色すると小学生でも理解できるほどとても分かりやすく丁寧に説明してくださりました。娘はのどかな田舎の風景画を選びました。私はマレーシアの国鳥ホーンビルとラフレシアが描かれた絵を選びました。
娘と会話をしながら作業をするのはとても楽しかったです。次回はろうけつ染めに挑戦したいと思います。作業開始早々腕がかゆいなと思ったら、なんと蚊が大量発生するハプニングがありました。お店の方が虫除けクリームや蚊取り線香を焚くなど迅速に対応してくださり、すぐに作業を再開することができました。作品は20分ほどで完成しました。これがなんかわからなくて適当に、これなんだろう。 OK、 Need to rewind dinner? I'm trying for you. OK. 作品の乾燥作業に約10分ほどかかりました。待っている間お土産探しに行きました。スカーフや衣類だけではなく、カバンやマレーシアの伝統的な小物も販売されていました。バティック染めキットがありました。お土産に喜ばれそうですね。マレーシアのお土産の定番、ナマコ石鹸。全商品の値段が表示されているのはすごく嬉しいですね。ここに来れば食べ物以外のお土産は全て調達できそうなほどの幅広い品揃えでした。一時帰国前のお土産の調達やマレーシア観光におすすめのスポットです。バティック体験の後はスリアナ KLCC へ昼食を食べに行きました。ランチは娘の大好きな台湾発祥のディンタイフォンでいただきました。娘はエビがゴロゴロ入ったスープ麺を注文しました。私はいつも辛くて酸味があるスープ麺、サンラータン麺を注文します。麺とスープをよく混ぜ合わせていただきます。とろみがついたスープが麺に絡まって、とてもつるっと食べやすく、まるで飲み物を飲んでいるかのようにペロリと完食しました。看板メニューの小籠包も注文しました。いつ見てもとっても可愛らしい形状ですよね。もっちりとした薄い皮にスープとジューシーなお肉が詰まって絶品でした。千切りの生姜と黒酢でいただきました。数ある点心の中で小籠包はトップ3位に入るほど大好きです。食後は紀伊国屋へ行き、日本の本や雑誌をチェックしたり、日本語のフリーペーパーをいただきました。無印では娘の文房具を購入しました。娘曰く無印の文房具を使うと勉強のモチベーションが上がるそうです。主人と息子のお土産にスイーツを購入しました。どれもとても美味しそうで目移りしてしまいますが、今回はカスタードシュークリームを購入しました。シュークリームの中にはカスタードクリームがたっぷり入っており、とても美味しかったです。プチ旅行気分でとても楽しい一日でした。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。